そうです、そうです、そうです。本日ですね、皆様にお伝えしておかなければいけない事実はですね、今日収穫給料してました。で、水をくれたんですけど、ちょうど中央ハウスの中央ですね、そこがですね、ちょっと通路に水が出てたんですよ。で、水が出てたんですけど、その原因はですね、おそらくモグラの穴、後から分かったんですけど、モグラが穴開けちゃって、ネズミとかが穴開けてるんで、そこチューブから伝ってですね、通路に水が出てたっぽいんですよね。で、私冠水チューブの元もこうたまに外れてて水が出ちゃったりとかしてるんで、そこをまたちょっとチェックしてたんですよ。ちょうど兼備えのネズミモグラ被害ゾーンですね。で、あるし、パッてめくるじゃないですか。あんで、こう、こそこそってこのチューブの先っぽを止め直してたらですね、この辺、ちょうどこっちですね、兼備え2号の暖房機の前のとこです。そこでもそもそってなんか動いたんですよ。でですね、二度見しました。一回見て、あ、何もないと思って、またこうやったら、またここ動いたんで、二度見したんですよ。そしたらですね、なんと、マウス。ミッキーマウスがですね、このぐらいのミッキーマウスが、はい。ちょうどキウイフルーツみたいなやつが、ちょろちょろちょろって動いてるんですよ。ちょろちょろちょろって。ちょろちょろですよ。シャーって逃げるんじゃないですよ。ちょろちょろです。で、その時僕の反応をですね、今再現しますけど、キャーですよ。キャーですよ。こう、普段見てないものをですね、憎たらしいんですけど、普段見てないものを突然バーッと見ると、キャーですよ。思わず腰が抜けるかと思いました。ほんでですね、いろいろなんかガーッと考え回ったんですよ。で、長靴なんで踏み潰してやろうと思って、思いっきり足上げてですね、でも力が入んないんですよね、ビビっちゃってるから。これ、全然踏み潰されなくて、潰せなくて、結局、つま先で、えいって軽く蹴ったらですね、コロコロってなったんですけど、またちょろ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 って動いて、もうほんと舐められてる気分でしたけど、で、この、冠水の方、塩ビ管の下に穴があったんで、そこにちょろちょろちょろって逃げてって。ああ、もう本当に後悔しました。こうぶっ殺すべきだ。足で踏み潰すべきだと思ったんで、でもダメでしたね。で、またそのいた場所を見たらですね、毒餌、ヤソジオンですね。あれの袋が破れてて、中がポロポロって出てたんで、多分なんですけど、それ食って、キャッツは、ミッキーマウスは食ったですね。で、ちょっと、弱ってたんでしょうね、ちょろちょろ加減は。はい、ということで申し訳ございませんでした。殺せませんでしたね。でも確実にいたし、餌も確実に食べてますね。はい、ということで進展ありですね。はい、最初はピーヨピーヨあっち向いて、ほい、じゃまた。いやー、なん力が入んないんですよ。なんだろう、ちょんとつま先でちょんとやってて、可愛く転げてましたけど、ダメですね。あれは思いっきり内臓がぶちまけるぐらい踏み潰すべきでしたね。はい、もう次会うことはないと思うんですけど、ただですね、毒餌ヤソジオンもう一袋あるんで、ちょっとですね、やっぱりネズミが食ってると思うんで、なるべく土の中には入れたくないんですけど、まあベッドの上のところで、特に南側の瞳の方に置いてないんで、そっちにも置いていきたいと思います。じゃあ、申し訳ございませんでした。